のチャチャが探してるのに自ら馳せさんじないとか、タヌキジジイ並みにありえないんですけど。トヨトミオンコのマスターのくせに、これは許されざるよね。これは国外ぐらいじゃ済まないし。ましてや、殿下が知ったら晒し首かも。あ、マスター、こんなところにおったのか。こっちこっち、チャチャはここにいるし。誰からもチョコをもらえないかわいそうなマスターのために、チャチャがとびっきりの催し物を用意してあげたし。細かいことは置いといて、とにかくチャチャについてまいるがよい。どこの豪華絢爛春爛漫なこの宴、まさに第五の花見の再来よね。行かないけど、結構景色もいいし、割とすごくない？そしてこれ、チャチャの大好物でもあるおしるこ。名付けて、おチャチャ特製みちりんしるこ。じゃないんだって。ふん、違いのわかるチャチャはただのチョコでは飽き足らず、あえてのあんこなのです。違いのわかるパティシエチャチャなのです。ぶっちゃけチャチャもご相伴に預かるつもりだったから、好物のおしるこにしたのです、とは口が裂けても言えないのです。誰からもチョコとかもらえそうもないし、いわゆるお母さんからのチョコ的な、きっと哀れなあれだし。もういいからさっさと食べるがよい。チャチャも隣で食べるし。どうじゃ、当然よね。あ、これっていわゆるギリシルコだし、お母さんにもらうチョコ枠みたいなものなのよね。チャチャに惚れると火傷するから、勘違いしない方がいいし。で、ほら口にあんこがついておるぞ。チャチャが置いてやるゆえ、動くでない。まったく、手のかかるマスターよな。ほれ、顔もそっと近う。愚かな子ほど可愛い。愚かだったのはわらわの方よな。罪滅ぼしというわけでもないが、せめて今生はそなたに寄り添うとしよう。さーて、そろそろ帰るかな。あんまり遅いとまたおばうえあたりがうるさいかも。生きてさえいれ
またこんな機会もあるし。うん、茶々とマスターの行く末は日輪のごとく。